ジャンカル・ロメノッティはイタリア出身のアメリカ合衆国のオペラ作曲家、台本作家。アメリカにおけるクリスマスオペラの定番、アマールと夜の来客が代表作。二つの世界音楽祭などのフェスティバルの設立にも関わった。エリオット・カーターと並んでアメリカ合衆国における長老作曲家の一人。イタリア王国ロンバルディア州出身。 8人兄弟の6番目に生まれる。祖父はカデリアーノビコナー後の市長であった。7歳で作曲を始め、11歳で自ら台本を書いて最初のオペラピエロの詩を作曲する。1923年にミラノのベルディ音楽院に入学する。コーヒー商人をしていた父親に先立たれると母親と共に渡米し、アルトゥーロ・トスカニーニの推薦状と共に、 フィラデルフィアのカーティス音楽院に進学、ロザリオスカレロより作曲の指導を受ける。同世代の同校出身者には、レナード・バーンスタインや、ルーカス・フォス、ニーノ・ロータ、サミュエル・バーバーなどがいるが、そのうち一歳年上のサミュエル・バーバーとは大学中に、知り合い、その後長らく同性愛の関係を続けた。メノッティは、バーバーのオペラのうち、バネッサと、 ブリッジ遊びに台本を提供しただけでなく、フランコ・ゼフィレッリ台本のバーバーのオペラ、アントニーとクレオパトラの改訂と再上演も行っている。メノッティンの最初の成熟したオペラ、アメリア武道会へ行くは、まだ、カーティス在籍中に自作のイタリア語の台本に曲付けしたものだった。この他のイタリア語オペラは、島の神と最後の野蛮人ぐらいしかない。 メノッティは自作のすべての台本を自ら執筆している。最も成功した作品は1940年代から1950年代にかけて創作された。母校カーティスで教鞭を取ったことがあり、そのうち最も成功した門人に作曲家のスタンリー・ホーリングワースがいる。アメリア舞踏会へ行くがあまりに好評だったため、NBC からラジオ向けオペラを2曲移植される。 まず最初に書き下ろされたのが、牢情と泥棒だった。これに続いて、バレエ音楽、セバスチャンとピアノ競争曲を完成させてから、霊媒と電話とも1947年によってオペラに復帰する。電話は現代的な素材を扱ったオペラとして特に注目される。男が婚約を申し込みに恋人の家へ行くと電話が鳴ってことごとく邪魔され、 最後は男も恋人の家を立ち去ってから電話でプロポーズするという内容の悲劇。同じ電話を扱ったオペラであるフランシス・プーランクの人間の声は悲劇で対照的である。ソニーの会長だったオーガ・ノリオはバリトン歌手としてドイツ留学時代、このメノッティの電話を SP レコードに録音している。それまで一幕オペラばかりを書き継いできたメノッティであったが、 1950年の領事によってこの習慣を破る。同年これが初演されるとピューリッツァー賞に輝き、1954年にはニューヨーク演劇サークル批評家少年館大賞も授与された。1951年に愛すべきクリスマスオペラアマールと夜の来客を作曲する。1958年にイタリアにスポレート音楽祭を創設した。 1977年にはサウスカロライナ州のチャールストンに米国スポレート音楽祭も併設した。しかし1993年にこれを辞してローマ歌劇場の支配人となった。1984年に芸術界における長年の功労に対してケネディセンター名誉賞を授与され、1991年に音楽雑誌ミュージカルアメリカの 今年の顔に選ばれた。サミュエル・バーバーと共に30年間にわたって同棲していたニューヨーク州マウント、キスコのカプリコーンの家屋を売り払うと、今度はトーマス・シッパーズと関係を結んだ。シッパーズは1977年に、バーバーは1981年に奇跡に入った。メノッティは1974年にアメリカを去り、 スコットランドイーストロージアンのギフォードにあるツイードデール公爵邸宅に移り住んだ。2007年にモンテカルロの病院で死去し、ギフォードのイエス・タカークに埋葬された。メノッティの影響力はクラシック音楽界を超えてポピュラー音楽にまで及んでいる。国際的なベストセラー歌手ローラ・ブラニガンは1980年代から1990年代にかけて出した。 いくつかのアルバムに発声教師としてメノッティの名を挙げている。メノッティはセバスチャン以外にもいくつかのバレエ音楽を作曲しており合唱曲も手掛けている。そのうち最も著名なのはカンタータ、ブリンディジシ教の詩である。この他にバイオリン競争曲や舞台劇、ライをムむ人、公共曲第一番、ハルシオンなどがある。とはいえメノッティが アメリカ文化に対して最もよく貢献したのは、やはりオペラの分野においてであった。ありがとうございます。